モビリティはどこまで人の力になれるのか。サステナブルな社会の実現に向け、国内外の企業が先進的な取り組みを発信する国際的なイベント。マツダのチャレンジに最も反応していたのが若い世代でした。なんすか、なんすか。プレパラート、難しい。お、すげえ、動いてる。めっちゃ早いですね、しかも。かわいい。かわいいっすよね。すごい、生きてんねや、こいつら。これからその取り出した油を使って燃料にすると、はい、あの自動車を走らせることができるんですね。そうするエンジンなので、やっぱりその排気管から CO2 が出ていきます、でその CO2 を今度また吸ってあげて光を当てると光合成をして増えていくと、ずっと繰り返していることができれば、まあ、サステナブルな状態。いやそうですね、ですよね。技術ってすごい。他にも広島県内のパートナーとコラボしたこんな取り組みが。これ広島でおなじみのあれなんです。オイスターシャンデリアって呼んでるんですけど、これをね、あの牡蠣からだんだん細かくなってって、あの最後白い粉になってあれになってるっていう、なんかインスタレーションみたいにしたかったので、この間ニュースにもなってましたけども、やっぱもうあの廃棄に困りすぎて、あの一時保管するところもないし、燃やすのも結構大変なんで、内装部品にも樹脂の一部をそのカキ殻を利用することで、あの地域貢献できないかなという思いで始めた素材です。そしてマツダのコア技術、ロータリーエンジンを発電機として転用することで環境負荷を減らす。ロータリー EV という唯一無二のイノベーション。解説するのは実際にプロジェクトに携わったマツダ社員。現場の生きた声を届けます。電気自動車作ってるのも今日初めて知りました。広島愛がすごいなっていうのがなんか単純にサステナビリティをこう追求するっていうだけじゃなくて、そこにこう広島をこう織り交ぜていくっていう姿勢がすごく見えたので、なんかそういうのって素敵だなと思って。まあ航続距離の問題やったり、普段の使い方やったらそこまでいらんのにとかっていうのを、むっちゃいいとこ取りできるなっていうのをロータリーエンジンいいなって思ったんで、いいですね、マツダって。車って結構自分がいる場所から目的地に向かうためだけのツールっていう風に思ってたんですけど、このマツダのこう人々 の、 この走る喜びっていうのを追求するっていう話を聞いて、こうすごいそのロータリーエンジンに特にロマンを感じて、今になってもう一回こう復興してきたっていうのがすごいこう魅力を感じて、こう車運転免許正直いらないなっていうふうに思ってたんですけど、こう車を運転したいなっていう、そんな気持ちにさせられました。今期過去最高益を更新したマツダ。未来を見据えた独自の戦略を諸社長が語る。今話題となっている電動化の流れは今後も続くでしょう。では世界中の自動車が電気自動車に置き換われば問題は解決するんでしょうか。例えば化石燃料への依存度が高い日本の例で申し上げると、ライフサイクル全体での CO2 の排出量というのは、電気を使う電気自動車とガソリンを使うハイブリッドではほぼ同じ程度ということになります。この考えを踏まえ、当社はマルチソリューションというアプローチをとっています。国や地域、主な発電方法やお客様のライフスタイル、車の使い方や充電ステーションなど、社会インフラの整備状況は違いますから、それに応じてクリーンディーゼルエンジン、ハイブリッド、プラグインハイブリッドや電気自動車など、お客様のライフスタイルに用途に適用した多様なソリューションをご提供し、そしてお客様の選択の自由を担保することが、より早くより多くの方に CO2 削減にそれぞれ参画貢献いただける合理的
かつ現実的な道筋であると考えています。最初はあまり車とか興味なかったんですけど、やっぱり最近あの EV とかが有名だから、そういう電気自動車とかの方が人気っていうかメジャーなのかなって思ってたけど、その電気自動車だけじゃなくって、そう様々なニーズに合わせて、なんかバイオ燃料とかあの、ロータリーエンジンとかいろいろなものが開発されていて、すごい面白いなって思いました。ガソリンのイメージが強くて、なんかさっきそれ聞いてみたら、なんか EV 車を作らないのも環境を気にしてないからっていうよりは、まあ、なんか考慮した上でのそういうコンセプトって聞いて、まあ、だからなんていうか SDGs に結構関心があるのが印象的だったって感じですか。いやでもこのデザインほんまにマツダの中で一番ドンピシャなんですよ。まあ、ずっとマツダは尖ったの作ってほしいなと思ってて。マツダの個性とは、記者からの質問に諸社長が語ったのはマツダの原点にある思いだった。あの我々の、まあ、DNA なのか、まあ、基本的な考え方を左右しているファクターがあると思うんですけど、まあ、一つはね、まあ、マツダが広島で生きてきた企業であるというところに依存するところがあります。やはり広島は大戦の後廃墟になって、そこで戦後の復興を始めた。でそこで一日一日一生懸命先輩たちが頑張って、車を作って町の復興にの一員となってやっていて、で町がどんどん復興してきて、で人々が笑顔が取り戻すようになって、平和都市に変わっていったと、まあ、こういうところを経験してるもんだから、平和っていうのはものすごい大事だよっていうのがやっぱり会社の中に蓄積してると思うんですよね。なので人生は笑って過ごそう、楽しく過ごそう、それに我々の商品なりサービスなりをこう供していきたいというところはどうしてもベースにやっぱあるんですよ。だから走る喜びとか、それを通して人生が嬉しくなるとかいうところにどうしてもこだわりたいんですよね。こだわりたい。でその復興をさし実現したのは人なんですよね。だから人の力を信じるっていうところはものすごくこだわりがあるんですよ。だから車も全部人を中心に設計する、で人の力を引き出すような思想になるっていうところは、もうこれはね、あの違うことを考えてってなかなか言えないぐらいみんなやっぱこだわりがあるんですよ。ありがとうございます。本当にありがとうございました。マツダの飽くなき挑戦、走る喜びとサステナビリティの両輪で加速します。ビジネスモデルが出来上がれば、自分やりたいみたいなものづくりとか、それが今回この出展を通して伝わったっていうのが本当に私は嬉しかったので、はい、皆さんせっかくなので一緒に写真を撮ろう。